人間の罪の基準は主観的で恣意的です。聖書にある罪とは何でしょうか。聖書には神様の命令を一つでも守らないと罪になるとあります。神様の罪の基準はとても高いです。特に聖書の律法は人間の言葉と考えまで含んでいます。将来神様が人間を審判するため、私たちは神様の基準で罪を考えなければなりません。聖書で言う罪とは10戒を守らないことです。第1、神様を一番に信頼し愛することです。第2、神様が教えた通りに神様を愛し礼拝することです。第3、敬う心で神様の皆を呼ぶことです。第4、安息日を守り神様が人間の創造主であることを覚え、感謝と喜びの礼拝を捧げることです。第5、両親を敬うことです。第6、自分と他の人の命を傷つけてはなりません。イエス様は考えと言葉までも殺人の範囲にされました。第7、神様は結婚をした夫婦にだけ性的な関係を許されました。第8、盗んではなりません。第9、他の人の名誉を尊重することです。第10、神様に与えられたすべてのものに満足し感謝する人生を送ることです。クリスチャンが罪を犯したとき、神様の前で悔い改めると、イエス・キリストの贖いの恵みで許されます。イエス様の恵みに感謝して生きることがクリスチャンの人生なのです。